15番パー5です、左に90度ドッグレッグしてます。狙い目は左ドッグなんでフェードヒッターの、モイカ選手ちょっと大変なんだけど、正面のバンカーなるべく左の方が2打目が楽。ドローで出た、ドローさっきはドローと言ってフェードを打ってました。あ、今回は若干ドローがかかりました。ナイスショット、コース沿い、素晴らしい、ドローと言え、素晴らしい。まあドローというかストレートだったけど、ちょっとドローやった、ちょいドローがかかった、パー5の2打目です、左側池あるんで気をつけてください。バンカーの左エッジの、10ヤードぐらい左がベストポジションです。ナイスショット、言われた通り、ナイスショット、言われた通りのナイスショット、素晴らしい。またもやバーディーチャンス、池越えの残り56ヤードピンが非常に難しいところに切ってあって、まあ、できればピン越えで少しバックスピンで戻したいなみたいなショットが打てるか。ここはバーディーを取りたいホールです。いい感じで、おー、ナイス。あ、ちょっと大きかったかな、戻ってくるかな、戻ってこなかった、まあ、でもナイスショット、バーディーチャンス、ちゃんとディポットを直しております。15番パー5見事3オンですが、かなりの下り、スライスでかなり速いパットです。スライスの曲がり具合をどう読むか。おー、ナイスボディー、読み切ったね。ありがとうございます。スライス読み切ったね。そんな曲が結構曲がったよね。うん、ナイスショットでした、ナイスバーディーでした。え、3アンダーじゃない。はい、3アンダーじゃない、調子いいね。いい感じ。16番パー4、ここは結構難しいんですが、左に、90度ドッグレッグしてます。フェードヒッターの、モエカ選手はあの正面のユーカリが気になるところなんですが、狙い目としては左の方がフェアウェイ左の方がいいんですが、正面の、バンカーあたりを狙っていってください。ドローで、ドローで、お、出た。ドローじゃないけどまっすぐ行ってナイスショット、ナイスショット、フェードではなかった。ドローでもなかった。ドローとは言えんかった。ストレートだった。いや、ドローかかってたら最高だった今の。うん。池越えになります。ナイスショットでした。1打目は145ヤード7番アイアン。ピンは2段グリーンの上に置かれてます。おお、なんか筋ってるね。おお、ナイスショット。調子いいね、ショット。いい感じ。ねえ。なんかみんな、ワンピン、ツーピンのバーディーチャンスの。いや、いつもこうなる。パーオン。トーナメントでも。パターが下手。どんだけパターが下手なの。下手なだけだから。どんだけパターが悪いのよ。池絡みの2打とも池絡みの難関ホール、見事に2オンしました、下りのバーディーパットです。あー、ちょっと打ち切れなかったけれどもナイスパー、はい、OK、 ナイスパーでした。3アンダーキープしております。いい感じです。
17番にやってまいりました。17番は池越えの長いパー3です。ちょっと難関ホールです。192ヤード、はい、7番ウッド。ちょっと左目だけど、まあ、あ、フェードかかって戻ってきてる。ちょっと大きかったね。まあでもそんなに難しいアプローチじゃなさそう。さあここは寄せてパーをキープしたいところ。はい、なんか飛ぶな。何でやろ、パームスプリングやから。いやでも今日湿ってるからね。モエカ選手ちょっとオーバーしてしまいました。下りの難しいアプローチです。グリーンがあまり使えません。グリーンに直接乗せると大オーバーしてしまいます。ふわっと上げて止めることができるか。これはちょっとピンチです。難しいアプローチ。まあまあ、どうやったかな。まあまあ、ナイスショットです。さあしっかりパーセーブしてください。はい、やらかさないように。うん、ナイスパー。はい、ありがとうございます。ナイスパー、セーブしたね。おー、3アンダーで18番ホール、はい、18番ホール簡単なパー5だから、おーバーディーを取って4アンダーでしたいところ、うん、4アンダーで行きたいところ。最終18番パー5です。1打目は、フェアウェイの真ん中狙いで行ってください。左の木は気にならないよね。さすがに今ギリギリ、うん、おちょっとバンカーに入っちゃうかな。あれフェードかかりすぎ。あー入っちゃった。うん、バンカー、バンカーだ。はい、あ、パー5だから。まあパー5だから問題はないけど、1打目ちょっとフェードかかりすぎてバンカーに入ってしまいました。前ちょっと手前が顎が高くて、ウッド等ユーティリティ等は使用できそうもありません。7番でいけるかな。7番ギリギリ、まあ距離的には短いから別に8番、その無理しなくてもいいけど、8番とかでも7をちょっと開いて、7を開いて打つそうです。まあしょうがないね。まあパー5だから。はい、最終18番、第3打目、残り132ヤードです。8番いいかな。8番おー、筋いってる。おー、ナッショー。おー、すごい、寄ってる寄ってる。いや、ちょっと縦距離だからなんかよく見えないけど、ちょっとでかい、でかいかもしれない。皆さんディポットはちゃんと直しましょう。見事に3オン、約2メートルの下りのフックラインのバーディーパットです。どのぐらいフックするか読み切れるか、最終バーディーで上がるか。あー、おー惜しい。
惜しい。ナイスパー。お疲れ様でした。お疲れ様です。素晴らしい、はい、今日の感想を。今日は一瞬で終わったんですけど、ショット良くてパターも一回スリーパットしたんですけど、もったいないミスで、それ以外はあんまり悪くなくてアンダーで上がれました。スリーアンダーだよね、うん、賞金獲得おめでとうございます。今回4ラウンドやって全部で3アンダーか、3アンダーで、4回中3回イーブン以下だったんで、はい、600ドルの賞金獲得でした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、来週はアラバマで、その後はどうなってますか。来週はアラバマでやって、その次の週はアーカンソーに移動して、うん、それでまたその次の週アラバマに戻ってきてから、最後フロリダのデイトナビーチで、エプソンツアーの最後のチャンピオンシップに出る予定です。それって全部車運転するの？はい何時間運転するの車？何時間だよ、30時間ぐらい。フロリダからアラバマまで8時間かかるから、そこからアーカンソーはもっと西やから、うん、もっと遠くなるってことやからやばい。30時間で聞くのすごい運転だね。それ一人でするの？はい、信じられない頑張ってください。頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。